る？いい加減ゲームやめよう。いいやん、冬休みなんやから。冬休みの宿題もあるやろ。そんなん最終日に全部やったらええやん。そう言うていつもやらへんやん。お母さんは黙ってみかんでも食べとったら。そんなカリカリしとったらまた鼻毛伸びるで。なんて成績悪なって、どこの高校も行けんようになっても知らんからな。高校行かんとプロゲーマーになるのもいいかもしれんな。何アホなこと言うとんねん。次の日、当たる。今日もゲームしとん。たけるちゃんとお父さんと3人でカニ食べ放題行くけど、渡るも行く？いかん、ゲームやってる方が楽しいから。あっそう、じゃあ何もご飯作らへんから勝手にしよう。はいはい、カップ麺でも食べとくからええで。年末。おい渡る、紅白歌合戦やったけど一緒に見ひんか？今時どこの中学生が紅白なんて見んねん。いやいや、大晦日は紅白やって昔から決まっとるやろ。見るとしても逃走中やろ。まあええけど、大晦日ぐらいさゲームやめて家族で過ごしたらどうやねん。だるいから無理。お父さん次石川さんに出るで。え、今年はどっち？天城越えやって。あ、いかな、わたらほんまゲームはほどほどにしろよ。毎年毎年同じ歌聞いて何が楽しい。次の日、わたるまだゲームやったん？せっかくの冬休みなんやからいいやん。はい、お年玉。何すんねん。ゲームやめな。いやや、ゲームやめへんやつにお年玉ないで。あ、わたるいい加減にしな。お年玉あげるのは親の義務やろ。さっさと渡せばええねん。ほんまにどうしようもないな、こいつ。わたる、お雑煮できたって。ゲームやめて食べに来いってお母さんが言っとるで。え、なんて？お雑煮。ああ、いらんって言っといて。わたる、お雑煮好きやん。あのな、お雑煮食べる暇あったらゲームやるに決まっとうやん。磯辺焼きやったら考えてもええけどな。わたる、さすがにゲームやりすぎちゃう？うるさいな、お前まで何言うとん。次の日、わたる、箱の駅で見えへんの？見るわけないやろ。面白いぞ。こんなに寒いのによく駅伝なんてしますね。次の日、わたる、一緒に福袋買いに行かん？数日後、わたる、明日から学校やろ。またまた数日後、わたる、俺バレンタインのチョコもらったで。やっぱり大晦日は紅白やな。そやな、石川さりは今年何歌うんやろな。去年甘い声やったから、うん、今年は津軽海峡冬景色か。そうちゃう。いやー、それにしても今年もあっという間やったな。逃走中みたいやけど。いや、お父さんは復活した楽器使いが見たいな。まあまあ、もう大晦日ぐらいええやん。大晦日やから逃走中がええんや。あれ、充電切れとるやんけ。お母さん、たける。ああ、みんなここおったんか。紅白見たん？ってことは大晦日か。ちょっと無視せんといてよ。あれ、ヒゲダンってこんな歌歌ってったっけ？ん？このアイドルグループ誰？知らん人ばっかり出とるな。わたるさ、今何年やと思う？はぁ、何言っとん。2022年やろ。違うで。あ、あれ、もう年明けた。じゃあ2023年か。いや、わたるがヒゲダンの歌知らんのは
ずーっとゲームやっとったからやで。わたるがゲームしとる間に新しい曲が流行ったんや。え？じゃあ今が2023年でもうすぐ24年になるってこと？違うぜ。え？どういうこと？今は2029年。来年は2030年だぜ、わたる。わたる。わたる。夢？お母さんおる？うん、わたる、おはよう。なんか変な夢見てさ。どうした？変な顔して。ずっと俺がゲームしててさ、何年も経っとるっていう話なんやけど、マジで怖かったわ。カリカリしてたらまた鼻毛伸びるで。そんなにカリカリしとったらまた鼻毛伸びる。みんな生えとる。お母さん生えるんだ。わたるって生える。いや、もっと生えるってことは、あ、もう人間やろ。お母さん鼻毛伸びる。動画に何回でも映っとって。怒る。たけるちゃんとお父さんと3人でカニ食べ放題行くけど、わたるも行く？カニ食べるんやったら。いや、ここでは行かへん。今時どこの中学生が見るねん、紅白なんか。いや、俺見とこ。今時どこの中学生が紅白歌合戦なの。紅白やな。紅白じゃなくて紅白って思ってた、ずっと。そりゃマジでそう思った。去年甘い声やったから、うん、今年は津軽海峡冬景色かな。そうちゃう。なんで人乗せる人って。お母さんがどういう反応するのかなと思っただけ。大晦日はやるから、どうそっちがいい。噛んだ。大晦日はやるから、どうそっちがいい。大晦日やから、どうそっちがいい。大晦日やから大晦日やから、大晦日やから。あ、味噌味噌になる。大晦日大きい味噌。俺がゲームしすぎで何年も経っとうっていう夢なんやけど、マジで怖かったわ。え？はいや、はいや。絶対クソすぎるやろ。あかんね。私超大根役者やけど、どうしたらいい。ほんま、マジリアルにやる。頑張ったんかな。はい。俺がゲームしすぎて何年も経っとうっていうさ、夢なんかさ、マジで怖かったわ。え？走り方がやばいって。グレイっせーの。はい。俺がずっとゲームして何年も経っとるっていう夢ねんけどさ、マジで怖かったわ。違う。で、一世の、はい。俺がずっとゲームして何年も経っとる夢ねんけどさ、マジで怖かったわ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。